どうもこんにちは。今回は滋賀県南部、コンゼアルプスにて、植物観察登山をしてきたのでその様子をお伝えするよ。このところ実況形式での植物紹介が続くな。夏にあまり出かけられなかったのと、冬になると野外での観察がしづらくなるからね。それでは、本編開始の前にコンゼアルプスについて解説しておこう。コンゼアルプスとは滋賀県栗東市を所在地とする、花崗岩でできた奇岩が連なる山々です。最高峰は標高604メートルの竜王山。コンゼ山とも呼ばれますが、そのような名前のピークは存在せず、竜王山を中心とする山域をまとめて、コンゼ山と呼んでいるものと思われます。低山ながら迫力のある山容は、登山好きを引きつけ、屈指の名低山として親しまれています。しかしながら、危険箇所もあり、それなりに慎重な登山が要求されます。登山計画を立てる際はしっかりとした装備を用意し、入念な下調べを行ってから入山しましょう。というわけで本編、スタートです。植物観察チャンネル。今回の登山口はこちらから、Google マップでは1畳や駐車場と出てきます。普通自動車500円、バイクは200円です。よく管理されていて綺麗な駐車場だぜ。トイレはここしかないから、入山前に済ませておくことを強く勧めるぞ。駐車場入り口にはコースタイムが併記された地図があります。同じような地図は駐車場でももらえるし、栗東市観光協会のホームページから PDF 形式でダウンロード可能だぜ。今回は駐車場から南谷林道を通り、駒坂線から耳岩、天狗岩を北に抜け、落ちが滝線を経て駐車場へ戻る、という周回ルートを取りました。南谷林道はしばらく歩きやすい舗装路が続きます。あまり目新しいものはなかったのでダイジェストで。これは高野水木。万作科の樹木で、春に花が咲きます。こちらは岩皮。人長外科の樹木で、初夏に花が咲きます。奈良時代から岩皮紙という紙の原料に用いられてきました。岩皮紙か、高級な紙の原料じゃないか。なんでも、成長が遅く栽培が難しいため、製紙には野生の個体を使うそうで、そのため野生下での個体数は減少傾向にあるようです。谷沿いの湿地で見つけたのはこちら。食虫植物の猛戦ゴケです。おお、どことなくハエトリソウっぽい見た目をしているぜ。おなじみ食虫植物ハエトリソウも、これと同じ猛戦ゴケ科に分類されています。葉は秋の終わりに枯れ、休眠下で冬を越します。葉に生えた赤っぽいものは繊毛。粘液を出して止まった虫を捕らえるようです。猛戦ゴケは貧栄養な湿地に生育する植物。足りない栄養は虫から補っているのでしょうか。食虫生ってのは栄養の乏しい場所で生きるための戦略なのかな。あ、そうそう。ゴケの名前がついていますが立派な被子植物です。植物観察チャンネル。やや薄暗い南谷林道から駒坂線へと進路を取ると、本格的な登りが始まります。明るい登山道になってきたな。今動画に映っている道は比較的乾いていますが、ところどころ水が流れていたり、ぬかるんでいたりと、道が悪い箇所が多いですので、防水の靴で来ることをお勧めします。花崗岩の岩肌も見え始め、いわば歩きへの期待が高まります。気はあるが明るい道だな。ここらは主に落葉広葉樹で構成されているようです。コナラ、ヤシャブシ、ヨウブ、ネジキなどが見られます。常緑樹は杉、赤松、シャシャンボ、アセビ、ヤブツバキなどが多くありました。林梢は乾いた環境に強いウラジロやコシダなどのシダ植物に覆い尽くされています。これはなかなかのようだ。またまた食虫植物を見つけました。ミミカキグサです。高さは10センチほど。5ミリくらいの黄色い小さな花を咲かせます。葉や地下茎に1ミリほどの捕虫脳をつけ、そこでミジンコなどのプランクトンを捕らえるようです。紫の花は穂咲きの耳かき草。これも食虫植物で、耳かき草と同所的に生育しています。どっちも恐ろしく小さい花だぜ。池や川の中というよりかは、水深のごく浅い湿った場所で見られます。これらの食虫植物と一緒に生えていたのは星草科の植物。犬のヒゲ、もしくは日本犬のヒゲあたりかと思われます。犬のヒゲか。面白い名前なんだぜ。かなり上の方まで登ってきました。10月上旬、気温は下がってきて涼しいですが登りが続くと汗ばみます。紅葉の気配はまださすがになさそうだな。
そんな臨床にあったのはこちら、四国ママコナです。シソ科の花っぽい見た目をしているぜ。惜しい。シソ目ではありますが、これはハマウツボ科の半寄生植物です。イネ科の植物に寄生しながら自身でも光合成を行います。なかなかずる賢い戦略だ。これも臨床に咲いていたお花、ツルリンドウです。名前の通りツル性のリンドウなのですが、他のものに絡みついているというよりかは、地面を這うように伸びていることの方が多いです。果実は液化。すでに結実している個体も見られました。稜線に出てからは剥き出しの花崗岩が続くスリリングな道が続きます。樹木としてはコナラや赤松が増え、種の多様性は低い印象です。保水力に乏しい花崗岩質の土壌。乾燥を嫌う植物には厳しい環境だぜ。このような感じで岩の間をすり抜け進んでいきます。耳岩近くの展望台からは、琵琶湖と草津市街を眺めることができます。これはなかなかいい景色だ。低山でも人気の理由は眺望の良さにもあるんだろうな。植物観察チャンネル。稜線で見かけた樹木たちをご紹介。これは赤松。よく見かける赤松や黒松は、2枚の葉が促成する二葉性の松です。海辺での植物観察の際は黒松が見られましたが、乾燥した山の斜面ではこのように赤松が多く見られます。休暇はおなじみ松ぼっくり。開花から2年かけて成熟します。こちらは五葉松。赤松などと比べ葉が短いため姫小松の名で呼ばれることもあります。5枚の葉っぱが促成する五葉性の松です。あまり気にしたことなかったが、松にも色々と種類があるんだな。ちなみにこれはまだ若い木。大きいものでは樹高30メートルにもなります。五葉松の隣にあったのはおなじみヒノキです。杉の近くに植林されていることが多いですが、本来の自生地はこのような山腹や尾根沿いなど乾いたところです。こちらはネズミ刺し。一見すると杉のような見た目の葉が特徴です。葉先の尖りようがすごいな。触ると結構痛いんだぜ。ネズミの通り道にこれを置いて、ネズミよけにしたことから、このような名前が付けられたと言われています。休暇は液化状になります。熟した休暇は黒くなります。鳥により食べられ散布されるものと思われます。やや陰湿な場所で見かけたのはこちら。ヘビのボラズです。東海地方の丘陵地にある湿地などを分布の中心とする、東海丘陵要素植物の一つです。枝に鋭い棘があり、蛇も登れない、ということからこのような名前が付けられています。確かになかなかの鋭さだ。棘の長さも1センチはありそうだぜ。今回の参考で見れて嬉しかった植物の一つです。5月頃に黄色い花が咲くので、それを見に採訪したいところですね。尾根歩きを終えて落ちが滝線まで降りてきました。前日の雨の影響で、登山道は川のようになっています。左右はまた裏白と小田の大群落だな。ヤブコギとまではいかないですが、ところどころ枝をかき分ける必要があります。下山後は念のため、マダニがくっついていないか確認しましょう。マダニは怖い病気を媒介するからな。感染する可能性は低いが、発症すると致死率が高い病気もある。このような環境で活動した後のマダニチェックは必ず行おうな。こちらが落ちが滝。落差は20メートルほどでしょうか。一枚岩の上を流れ落ちる立派な滝です。登山道からそれて往復10分ってところだな。なかなか迫力のある滝なんだぜ。植物観察チャンネル。コンゼアルプスでの植物観察は以上。ここからは番外編として、おすすめの立ち寄りスポットをご紹介。ここは国指定の天然記念物、平松の美し松自生地です。一条や駐車場からは車で約30分。湖南市平松にある、日本で唯一の美し松の群生地です。美し松は赤松の品種。通常、赤松は一本の幹が地上から伸び、樹幹付近で分岐しますが、美し松は根元から分岐するという特徴があります。なるほど。確かに身近に見る赤松とは随分雰囲気が違うな。主幹がないから傘をひっくり返したような形をしているんだぜ。このような特殊な赤松が、世代交代をしながら自生しているのはここだけ。時間があればぜひ立ち寄りたいスポットです。というわけで今回の植物観察はここまで。今日も色々な植物を見ることができたな。冬が来る前に色々と見て回りたいと思っていたから、ちょうどいい機会だったよ。
動画が面白かったら、動画への高評価をお願いします。山野草に興味のある方はぜひ、チャンネル登録もお忘れなく。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようならー。